こんにちは、南です。南の国、オーストラリアから発信しています。今日はですね、私の大好きなスポーツ、ゴルフについてご案内します。ゴルフはね、ただ単にスポーツっていうだけではなく、いろいろな魅力がありますのでね、その辺を皆さんにお伝えできたらなと思います。トランプ大統領とか、安倍首相をはじめ、一流の人たちがね、多くプレイするスポーツが、ゴルフです。多分、スポーツする人の、平均年収、多分まあ年齢のせいもあると思いますけど、ゴルフが最も、割と、富裕層にプレイされているスポーツじゃないかと思います。で、接待や営業で使えます。まあ、ゴルフをする相手がいればの話なんですけど、まあ、接待とか営業でね、使えます。で、マネージメント力が身につく。ゴルフはね、14本のゴルフクラブを使って、コースを回るんですけど、まあ、その時々に応じてね、いろんな方法がありますんで、で、またね、攻める場面とか守る場面とか、ゴルフっていろんなね、シチュエーションに応じた戦略がありますから、そういったところでね、マネージメント力がつくと身につくと思います。で、ゴルフやってるとですね、緊張する場面とか結構ありますんでね、精神力も身につきますし、また一打一打集中してプレーすると集中力もつきます。で、さらにもちろん、ね、家でゲームしてても体力がつきませんけど、ゴルフのゲームだと、緑の中でですね、歩きますから体力がつきます。で、ちなみに私はゴルフバッグ背負って9ホールのゴルフを週に3回やってるんですけど、かなり年齢の割には足腰は強いと思います。本当体力がつきますね。で、ゴルフっていうのは通常ね、同伴者と一緒にプレーしますから、そのあたりでコミュニケーション力も身につきます。人脈ができる。で、圧倒的に男性のゴルフ人口は女性よりも多くて、で、女性ゴルファーはお金持ち紳士に出会う確率が高まります。で、実はね、私も家内とゴルフを通じて、仲良くなったっていうか、まあ、知り合ったのは仕事を通して知り合ったんですけど、本当に仲良くなったのはゴルフを通じて、非常に仲良くなりました。そしてうちの娘たちにもね、いい男性に出会う可能性が高まるよ。しかもゴルフは健康にもいいしっていうことで、娘たちにもゴルフを勧めてましてですね。で、娘たちもゴルフをやってます。そして次、ゴルフ場の緑の風景で美しい。ゴルフ場行くとね、ほんとね、緑の美しい風景が広大に広がってまして、爽快な気分になります。非常にゴルフはいいスポーツですね。で、ちなみに私はゴルフ歴25年ぐらいですかね。まあ途中10年ぐらいね、ほとんどやってない時期もあったんですけど、ベストスコアは75、パー70のホールだったんで、コースだったんで、実際は77がベストスコアですね。で、ホールインワンを3回やったことあります。で、現在のハンデキャップは18です。まあ、ほとんどボギーで回るようなゴルフなんですけどね。で、現在は、週に3回、月水金と、9ホールだけ、朝の6時半から8時半ぐらいに終えるんですけど、仕事前に、9ホールのゴルフを週に3回やってるような状況です。で、うちの家内もやってますし、うちの娘2人いるんですけど、片方はもう会員になって、自分のロッカーまで持ってますね。って言っても、こっちはね、ゴルフが非常に安くてですね、私が年間の会費が多分1000ドルぐらいですね。で、1回のラウンドが3ドルです。9ホールで3ドル。18ホールでその倍の6ドルですね。で、うちの娘は16歳なんで、年間の会費が多分130ドルとか140ドルだったと思います。で、1回のラウンドは私たちと同じで、
9ホール3ドル、18ホール3、6ドルですね。まあ、ゴルフはね、まあ、多少日本だとお金かかるスポーツですけれども、まあ、もしね、やる機会があったり、まあ、多少経済的、時間的余裕があるのであれば、ぜひやることはおすすめですね。で、もしオーストラリアに住んでたり、今後オーストラリアに移住をお考えでしたら、こっちでのゴルフも非常にいいと思います。大変おすすめのスポーツですからね。一度ゴルフ、本当に一生のスポーツとしてね、考えてみるのもいいと思います。で、最後にちょっと私のお恥ずかしながらゴルフの様子なんですけど、このね、私の前方にいるのがカンガルーの群れです。で、私の左側にいるのもカンガルーですね。で、カンガルー越えのね、セカンドショットなんですよ。で、カンガルーを越してなんとかショットが打てました。こんなコースもケアンズはありますね。今回もご視聴どうもありがとうございます。